はい、酒好きな新潟人の飲酒動画。今回も、ちょっとね、まあ、変わったお酒の割り剤、お酒ではなく割り剤を紹介します。こちら、割り梅という、焼酎用の梅エキスですね。梅果汁が 4% 配合されているものです。こちらはですね、1リットルの容量。で、こちら、俺、アマゾンで買ったんですけど、1000円ぐらいします。高いです。結構高いです。で、1リットル、1.8 リットルのやつもあるんですけど、1リットルのが一番少ないんで、買ったんですけど。こちらはですね、原材料名が、異性化液糖と果汁と、酸味料と調味料と、ワインエキスと香料と、着色料と、保存料となってます。で、こちら製造者が、三重化料株式会社。三重県の会社です。ですがですね、こちら、実は、製造者が、こちら、三重県の、全く聞いたこともない会社なんですが、実はこれ裏がありましてですね、こちらはですね、有名な、割り梅でググるとですね、金宮焼酎という、まあ、いわゆる、焼酎、香類焼酎のですね、会社の、宮崎本店という、会社、メーカーがあるんですが、そこがですね、開発したのが、宮崎本店という、いわゆる、まあ、金宮焼酎、焼酎のブランドメーカー。まあ、かなり、ね、俺も大好きな焼酎のメーカーなんですけど。が開発して、こちらが製造したと。まあ、知らない会社が製造したと。オリジナルの梅エキスと。アマゾンで書いてありますけど。古くから東京の下町では、焼酎に梅エキスや炭酸で割る、焼酎ハイボール、梅エキスを少量を入れる、焼酎梅割りなどで飲まれており、好みの量に合わせて入れていただきますと、なお一層金宮焼酎が引き立てられ、美味しくいただけるでしょう。と書いてあります。うん。まあ、いわゆるこれはね、東京の下町に根強い人気のある、梅割りなんです。梅割りというものの飲み方の、まあ、割り剤です。こちらの正式な飲み方はですね、じゃん。金宮焼酎。これはまあ、ね、金宮焼酎の25度の、アルコール度数25度の、4リッターのすき家に、という株式会社宮崎本店さんのですね、焼酎なんですが、これをですね、こう適量注ぎます。ちなみに常温です。冷やさない。ここは冷やさないんです。で、これをですね、これを、おもむろに、これを、ちょこっと注ぎます。ちょこっとです。あ、梅の香りが。で、こんな感じになって、色がね、ちょこっとつくんですけど。それは乾杯。これ飲みます。ああ。これです。あ、これあれだわ。俺が前買った、この梅の香ゴールド。これもね、同じ。同じようなものなんですけど。これに非常に似てる。味が。あ、これほとんど。うん。
ああ。で、これを飲みながら東京の下町の人は、もつ焼きとかを食べる。そういう酒屋が多い。そうです。で、場合によっては、場合によってはっていうか、下町焼酎ハイボールというのは、これを炭酸水で割って、出来上がりっていう。それも下町、東京下町では、俺もね、飲んでみたいんですけど。まあ、うん。これがね、いわゆる、お店ではですね、大人気。これを、3杯まで、いわゆる、ちょっとこれだと多いけど、これよりかちっちゃいグラスに、3杯までって、決められてるぐらい。お一人様3杯までって。まあ、人気じゃなくてね、これ、ほとんど度数が、これ20度ぐらいの度数なの。20度以上。22度ぐらいあるな、これ多分。23度ぐらいあるな。ので、うん。かなり、きつい。だから、3杯までっていう、決まりがある。です。まあ、ちなみに、本来、このさっき言った焼酎ハイボールっていう、下町ハイボールか。には、レモンの輪切りを入れるのが、ベスト。らしい。うん。でですね。まあ、こちらはですね。ヨウツベとかにもいろいろ、俺結構、好きな動画とかであるんですけど。梅割りとかでググると、梅割りでググるとですね、非常によく出てくるんですけど、有名なのが、内田っていう店、東京の内田っていう店。で、この内田っていう店だと、金宮焼酎じゃなくて、宝酒造の焼酎を使ってるんですよ。だから俺も今度、それを真似して、宝焼酎をね、今度使おうかなと。それで飲んでみようかなと。結構味が違うんですよ。金宮焼酎はね、はっきり言って金宮焼酎は本当に癖がなさすぎる。まあ、それが良さでもあるんですけど。金宮焼酎は本当に癖がなさすぎる。ちょっとロックで飲んでみるか。まあ、これのですね、うん、まあ、これがね、またね、この動画を見ながらね、こうね、飲んだりするとまた、うまいな、これ。梅少なめでとかね。ああ、言ってみてえなーと。うん。やべえ、むちゃくちゃやってきた。で、俺前も言ったかもしれないですけど、実はこの割り梅、どれが正解かわかんないんですね。梅割りのね、その梅っていうのがね、いわゆるね、あれなんですよね。その、店では、多分、まちまちなんですよ。で、そのまちまち、プラス、こんなさ、結局さ、酒屋でさ、このまま、ビャーって注ぐところはないんですよ。これだとほら、柄が乗ってるでしょ。だから、こういうの、はいで、やってるんですよ。
だからね、梅割りっていうのが、これが何の、この謎の液体っていうのが、何なのかっていうのが、結構、店によって違う上に、その内容すらもう不明なんです。何を入れてるのかっていうのが、気になるんです。ね。気になるでしょ。だから、俺は電話で聞こうかなと思うんですけど、多分今現在、今深夜の1時24分なんで、多分店やってないと思うんですけど、やってないと思うんですけど、まあやってたらやってないだろう、さすがに。まあやってないでしょうね。こんな深夜までやってないでしょうね。だからこのね、あれかわかんないんですよね。この、いわゆる、内田っていうのは本当にこれガチの、あれです。もつ焼きの店なんですけど。人気が、やばい。人気がやばい。だからね、この梅割りのね、梅をね、一体何なのかと。多分聞いても、教えてくれんのかな。梅割りのこの梅のね、何を使ってるのかっていう、その、どこで売ってるやつを使ってんのか、っていうのが、わかんないんですよね。どこで売ってんのか、何を使ってんのか分かんない。です。だからすごい知りたい。この内田だと、内田だとマックス5杯半まで飲むことができます。200円だって、むちゃくちゃ安い。梅割り200円だって安っ。で、同様にぶどう割りというのがあって、ブドウシロップを入れて、焼酎にね、宝焼酎に入れてるらしい。ああ、いいな。もう今じゃもう食べられなくなったんですけど、食べられなくなったっていうか、この店はやってるんですけど。いわゆる食べられなくなった部位っていうか、レバーのね、今じゃもういわゆるダメになった、生レバーとかも食べてみたいんですけど、生レバーとかレバー刺し、レバー刺しても多分今ダメなんだよね。多分ダメもダメなんだよ。多分レバー刺してもダメなんだよな。もうダメなんだよ。もうダメなんだよ。多分あれがやばいから。死ぬ人が多いから。だからね、あれ、俺ね、レバー大好きなんで、レバー刺し。ねえ。レバー刺し。欲しいんだよな。レバー刺し飲んでみたいんだよな。
でね、噂によると、このね、内田っていう店の、あの、梅割りの元っていうのが、俺が以前紹介した、天馬の梅なんですよ。天馬の上の青ラベル。梅って書いてるんですね。多分、これだと思うんですよ。確証はないです。確証はないんですよ。多分そうなんですけど、どうなんですか？店側に確認しないと一切。わかんないんだよ。で、俺もこれ飲んだことあるんですけど、この青ラベルがですね、全くもって甘くないんですよ。これみたいに甘くないんですよ。全然。だから、全然甘くないんだよね。で、ただ香りだけなんだよ、ほとんど。香りと色だけなんだよ、ほとんど。だからね、誰か知ってる人いたらぜひ教えてもらいたいんですけど、本当にね、天馬の梅なのかわかんないんです。俺はね、結構ね、甘くないと結構飲みづらい。これだったら甘くていいんだけど、なかなかね、青ラベル前も買って飲んだけどね、全然ね、うわーって、これを飲んでんのかすげーなっていうレベルなんですよね。全然甘くないんで。うん、本当に難しい。本当にこの天馬の梅のレ、青ラベルなのかという感じなんですか。うん、でも、ググったところによるとそう書いてあるんだよな。わかんない。本当にそうなのかもわかんないけど。で、このブドウ割りっていうやつのブドウシロップっていうのも欲しいんです。うん。ブドウシロップ。で、それらしき、そのブドウシロップのシロップらしきものも一応判明はしてるんですけど、まあ本当なのかもわからない上に、まあ、難しい。その、なんていうか、日持ちさせるのがね、一升瓶なんですよ。ぶどうのやつも。それも天馬の梅っていう、の会社、その開発してる会社のところなんですけど。どうなのかね。らしい。らしいんですけど、本当に、ぶどう割りが本当にそうなのか、まあ、一升瓶もそんなに飲み切れるからって感じはするんですよね。でね、実はですね、
こちら。もう一本、実は。こちら。この黄色い、違う。オレンジ色の液体。琥珀色の液体。こちら何か。これがですね、先ほど言った、天馬の梅の、青ラベルで、と、このスキアネの混ぜたやつが実はありまして、こんだけあるんですけど、簡易的にあえて作っといた。もう日持ちしないから、焼酎と合わせると日持ちするっていう風に、ネットで書いてあったんで、あえて先にもう割っといたんですよ。でね、これを飲むとね、あれ？あ、若干甘いな。若干甘い、うん、甘いけど、なんか、甘いけど、なんか違う、砂糖の甘さっていう、甘さじゃなく、若干なんか香りとしょっぱさがある。あ、俺この天馬の上の青ラベル、紹介してますね。あの、パート828で、あの、やってるんですけど。これはね、梅シロップ。まあ、ぶっちゃけ自作の、自分で作った梅酒でもいいんですけど、梅シロップでもいいんですけど、いわゆる、あの、ほら、梅ジュース的なやつあるじゃないですか。あれでね、焼酎で割ってもいいんですけど。でも、天馬の上の青ラベル。全然甘くなかったはず。俺の動画見ますけどね。はい、酒好きな、新潟人の飲酒動画始めていきたいと思います。今日はね、この、以前紹介しました、なんていうのこれ。気のせい。あ。色がすっげえ濃い。あの、なんだっけ、俺の動画を、俺が見る。あれ、なんて言ったっけ、前回飲んだやつ。あれ、やっぱめっちゃ色濃い、ほら。見て、これ。じゃあ、乾杯。あ、うん。あ、こっちの方がなんか、味がなんか濃厚だわ。ん？うん。で、甘いというよりは若干酸っぱめで、うん、甘さとシロップっていうよりは結構酸っぱい、うん、ってことほど酸っぱくもないけど、うん、うん、うん、まさにその通り。あ、結構美味しい。あのね、酸っぱいっていうより酸っぱくはないんだけど、ちょっとなんかシロップなんだけど、そこまで甘すぎない。そう。甘すぎなくて、あの、酸っぱいというよりは、酸っぱい香りがするんだよね。味は酸っぱくないんだけど、酸っぱい香りがするんだよ、これなんか。あ、若干、酸味の方がなんか、バロメーターとして上のような気がする。うん。ほとんど甘くないんだよ、これ。下町の、酒場の、ググったんですけど、飲み方として、金宮焼酎を、このね、小皿に、このグラスを、ちっちゃめのグラスを置いて、これをギャーって注いで、あ、やべ、俺の。ギャーって注いで、あ、やべ、足りねえじゃん。あっ、やべ、足りねえ。足りねえとか。なみなみ。ちょっと、スイカでこれを、ちょっと、ちょっとして。なみなみついで、溢れそうなぐらい注いで、ピッチピチまで注ぐんです。
こに、この天馬の梅を、うん、こうやって、ちょろっとそこと、溢れるんですけど、この溢れたところを、ね、この溢れて、あ、やべえって、なってるところを、こう、口を、つけて、こうやって、と飲むのが息というか、なんか、飲み方らしいです。そういう飲み方らしいです。あの、東京の下町の大衆酒場とか。まあ、こんな感じでですね、2015年2月23日にですね、約半年前に俺が同じようなこと言ってます。まあこんな感じですよ。変わってねえな。半年前の俺変わってねえな、マジで。まあそんな感じです。ということでですね。まあ感覚としては甘くはないっていうこともないんだけど、甘い？あ、甘いわっていうよりは、なんか味覚が感じてる甘さじゃなくて、あの甘い香りがする飲み物みたいな感じ。普通の飲み物みたいな感じなんです。天馬の梅の方はね。ただこの割り梅の方は、これはガチで甘いです。これ普通に飲むと、普通に甘い。あ、シロップだなって。甘いシロップです。うん。感覚としては以前飲んだ、この梅の花ゴールドっていう、これとほとんど味は変わんない。ほとんど変わんない。うん。まあ感覚としては、こっちの方が若干甘さが弱いかな。梅の花ゴールドは本当に結構かなり甘い。ストレートで飲むと本当に砂糖の本当にあの、いわゆるガムシロップのレベルだなっていうレベル。ですけど、それよりかちょっと甘くはない。ですね。まあ、そんな感じです。ということで、今回は、四つ星、ご視聴ありがとうございました。